茨城県道239号青木崎線、鹿島市青茨城県道239号青、木崎線は、茨城県鹿島市青から、上栖木崎に至る一般県道である。鹿島臨海工業地帯の北部にある鹿島市青の青交差点から、Y 字型の掘り込み港湾の鹿島港を、西回りで、日本製鉄東日本製鉄所鹿島地区から鹿島。 港北航路の外周を周回し、南航路の南西に位置する上栖市木崎の国道百二十四号の木崎西交差点に至る茨城県の一般県道の路線の一つで、鹿島臨海工業地帯の物流上重要な産業道路でもある。九百七十四年十月四日、茨城県は鹿島港周辺の工業団地の産業道路を整備することに伴い、新規に追加する。 県道路線として、起点を鹿島郡鹿島町大和青、終点を鹿島郡上須町大和木崎とする区間を県道青木崎線として路線認定した。後の1995年の茨城県道の路線再編時に整理番号239に変更となり、現在に至る工業地帯の産業道路であることから、主に通勤車両や物流関係の中、 大型車がほとんどで、交通量は多い。普段の交通の流れは良いが、平日の通勤時間帯は大変混雑する。全線4車線で、福音は十分確保されており中央分離帯がある。最高速度制限は時速60キロメートル規制となっている。道路法の規定に基づき、鹿島市、青鴨寿司ギリカは、緊急輸送道路として、機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に電柱を建てることが制限されている。本路線は鹿島臨海工業地帯の北側から西側の外周に位置する。唯一鹿島市青の12新交差点が高台に向かって緩い坂道がある以外は平坦な道路が続く。鹿島港の北航路を回り込むルートをたどるために各交差点で曲がる線形で 全体的に突字型となっている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車のこと。ありがとうございます。